10時よ。Thank you.
歳です。何歳ですか？1歳4ヶ月。ちょっと見せすぎてもうあれやね、赤いなったやつなんやかん。めっちゃあるね。あのね、一番向こうだけちょっと抜けちゃってて、一番端だけね。だけおるでんか、まあ、この辺。どこでもどこでも一番向こうの、あの、向こう一番向こう以外やったらいい。あ、うん、ちょっと桜出たらトイレに行ってます。まだ来ます。赤い。ちょっとね、あの、雨でやる。パパぐらいいいよな。あのね、薬振っとらんからね、少々あれでも綺麗やから、まあ、うん、薬振っとったらいいやけど。何だよ。え？あれはね、もったいないな、ようさんの、どうにか雨で。雨降るとダメですね。うん。おー、リクー、リクちゃん、リクちゃん、リクちゃん。
そう、ちょっと3人ちょっとこっち見て、いや4人少人みなみなみな、はいはい行くよ、お父ちゃんも、お父ちゃんもはい行きますよ、はいチーズ、はい、はいはいはい、10月4日まで、あ、じゃあよかったわ9月19日安田先生も言っといて、まあ、もう一回ちゃんと案内しますよ、はいはいはい、岸田武、ありがとうございます、リクちゃん、リクちゃん、バイバイ、バイバイ、またねって、バイバイ、また来ます、バイバイ、じゃあ、失礼します、はいはい、ちょっと来たのは遅かったね、もうちょっと早く来たらいいのがよくあったのに、待っとったんやけど、始まるのを、まあ、ちょっと遅らせて、これも映画撮ったよ、だいぶ、木下さんはね、地域の熊谷さん、ああそう、前田さん、あ、ほんま、行く、今度、木下さんの住んでる人一回紹介してもらえるかも、そこは席があるかって言うから、うん、そうそう、カメミだね、カメミだね、カメミ、今日帰ってきたの、あ、ほんと、ということで、されました、マリタイン、マリタインさんですけども、ちょっとお願いします、こんにちは、どうぞ、くなります、そこのコミュニティの今日総会がありますので、ちょっと遅くなったんですけど、今日ちょっと待っていただいてありがとうございます、私実はそこ見えてます、茶色いマンションに住んでいますエクセランスって言うんですけど、エコープの横のマンションに住んでいまして、この度市民派の無所属ということで、ちょっとチャレンジをさせてもらいまして、皆さんのおかげで、この度5月1日から私の司会をさせていただいています。でも市民派の女性の議員なので、皆さんの声をしっかりお聞きして、それを市政に届けていくという、そういう役目を果たしたいと思っていますので、またいろいろ皆さんのお声を聞かせていただけるとありがたいなと思ってます。で、一方で私は子供の時からずっと自然が大好きで、今野鳥の会、日本野鳥の会の代表もさせてもらっていて、鳥が大好きなんです。だからこのため池とかにいつも野鳥観察に行けますので、またこちらで何か会があるとき楽しめたらいいなと思ってます。また呼んでいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。はい。ありがとうございます。